おはようございます。えらもんで。何が、はい、もうすぐこの番組全身から比べて、全身から数えるとね、もともとちょっとロケ地がちゃうんだけどもね。ロケ地で、ロケ地でそんな大層なもん、ロケ地で大層なもんや。あれ大阪市内丸6年なんですよ。6年もなんだよ、はい、もんでね。ていうか全身ということはどういうこと？まあここの前はまあほら、うちの師匠の奥さんの2階借りたり、寺お寺、その前寺やったかな。まあいろいろやってましたよ、シャミってね。シャミの時俺行ってないねんな。これね、総、再生回数、うん、前自分のほらチャンネルやってんじゃないですか、はいはいはい、iPhone で回しながらやってる、はいはいはい、何分ぐらいやってるんですか、総回転、総回転みたいに言うの、総再生回数は。再生回数って言うと何回やってんの。何回やったいうことやな。1年間で、ね、月だから5、今また配信率が違うんだろ。また今もめっちゃ多いから、多いんやろ。だから前は週1ぐらいでも配信、何回目の放送だよ。あれはね、週2回、週1回更新や、配信してたんですよね。なるほど。まあ単純計算で月に8本。これでも一番最初の時って、この一番最初の時ってきっかけって、パチンコの番組と藤田茂明を AV 女優に語る番組があったでしょ。あれから含めてセクシービデオなんとかっていうやつやね。あれから、あれから全身、全身、あれが全身、あれが全身、あれから数えてってこと。あ、それも数えて。いや、それは数えない、それはカウントしない。カウントしない。随行時から。あー、なるほど。寺田町のね、随行時こういうスタイルになってからやね。そうそう、こういうスタイルっていうのやってから。ほんならその500回、お、500回じゃない、もっともっと、あ、もっと。いや、でも今なんかで言うたら単純、でも単純、ちょっと待ってよ。いや、その時に8本同士で30、まあ、あ、そんなことない。まあでも今はほぼちゃうわ、ほぼレギュラー1500回2000ぐらいあるんちゃう。でも 5万4000回。でしょ。5万4000回も喋っとんの。いや、じゃなくてその再生回数ね。再生回数第何回目かっていう部分で言うたら、これはそうそうそう、大体2000ぐらいじゃん。ああ、再生回数、再生回数の、ね、一応そんな再生回数で、ね、5万4000回でも1回でそれぐらいしたいね。今ちなみにね、1回で5万人見てくれたら、1回で5万人見てくれたら顔をもっと刺すやろね。刺す刺す。これなんかごっつい刺すやろね。刺すかな。ちなみに毎日流れてるからね、これね、ほぼほぼね。1回だけこの、これじゃない、あの村井さんがやってた。ああ、はい、楽屋話で。あの、風呂屋で言われたことありますわ。俺はこの番組で言われたじゃん。あ、ほんまですか。漫才で。どこなんだよ、飲みに行ってね、うん、あの言われたことあるんですよ。あ、そうなんや。伊豆ちゃん出てるやろ、見て。俺はもうそこな、そこ漫才は近所の漫才やってんけど、それはたまたまもう俺らのファンの人やったわ。もう若い力で追いかけたらこの番組が出てきた。赤い力で出てきたらこの番組出てきたから、スーパーで俺買い物したらここ引っ張りやがって言うて。おっさんやから、おっさんやんって誰も。おっさんここ引っ張りやがって。え、どんな見てます、見てますよ。何を、え、これじゃどうだね、何を、YouTube。 僕は風呂屋でお風呂入っとったら、黒さんですよね、いつも見てます、どこ見られてんのやろ。でもこの顔はやっぱり裸なんても関係ないでしょ。関係ないでしょ。前言うたけど、 YouTube で有名だった人今多いからね。俺ずっとほら、ね、このクジラ来とこうかな。ほんなら、あ、クジラ。クジラ、いや、人間が今チンポの人やから大丈夫ですね。それは、大きな声で言わねえんや。マジで、ああ、この人とか言わねえんや。俺言うてもってええやないですか。はーい、チンポでーすって言うじゃないですか、リクさん。あのな、地上波出られへんやん。マルチでくれるじゃん。地上波出られへん。チーマルポの人は出られへん。でも、これ見てくれはってる人は、普段は芸人さよって思ってますよ、絶対。普段から芸人やってるとか、まあ、ビッチリはもちろんそうなんですけど、ね、でもね、絶対芸人やってやると思う。暗いトラックで回ってる時、ひょっと見て、あれと思われたら、おもろいやろな。それ裏稼業じゃないですか。裏稼業で。裏稼業で今、本当になってるんだけど。かけられへんすよ。あ、まあさ、パッと見が怖いからやな。喋りかけてて、昔からそう。パッと見が怖いからな。もう昔の時からそうです。だから、生放やってる時から、その、この間来てた小次郎とかもそうですけど、小次郎さん、でこう黄色い声が飛ぶ中、飛ぶ中、泣きやって僕だけがなんかこういかそうな兄ちゃん、黒いなやめやん、黒いな。初対面はね、こうパッと見た時ね、変な声ある。ここのコンビは絶対野郎に受けるコンビやったもんな。そうですね、絶対藤本ちゃん。ね、今ね、エビス漫才コンクールあったじゃないですか。子供エビスな、子供エビスね、あれ僕ら本戦まで残ったから、あの舞台上でできるでしょ、で舞台上でやってて、まあ
予選やから次決勝残るかどうかぐらいのレベルの時にね、はいはいはい、で後ろでもう見てたんですよ、うん、ほなこう兄ちゃんの白本さんが後ろから肩叩いてきて、うん、兄ちゃんなんか一番おもろかったねって言うんですけど、ここ肩叩くか振って振り返って指やらへんねんここはそんなさんばっかりやらへんねん多分逆そうやと思うわなむしろとっつきやすいかもね昔の銀次政治みたいなもんやろなそんなおっちゃんらはこっちとっつきやすいんやろな僕ら言ってもよくわからないこれほどギャップある人なんだろうね見た目とね、まあ、確かにな、うん喋ってみたら、優しいみたいな感じで近くで見たら目かわいいかわいいしこれって目かわいいエマニエル・ウォーやからそうエマニエル・ウォーやからあだ名はエマニエル・ウォーやからいいねいいねうまく歌ってましたねその後ダッチョさんって音取ったダッチョさんは懐かしいダッチョさんダッチョこいって音取ってサマカンであれは歌ってたんじゃないじゃないギャグでやっとってんやからダッチョさんって俺あれ見て黒いおもろいなと思ってダッチョさん大ヒットですから。ダッチョさんの次ガッチョさんまで。一緒やからシリーズ的に一緒やん。クロエちゃんだけやもんね。ずっと何年も経っても顔を描けるのね。あ顔描ける。描きやすい。モヒカンなくなっても分かるですよ。まあなくなりましたもんね。いいよね。いいよねって。